佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。まずは私佐藤美久は、普段女優タレントとして活動させていただいております。予告編公開中の私の、主演映画22世紀偶話は現在国内外映画祭エントリー中で、日本での公開はまだ準備中であります。ほか毎月今お聞きの佐藤美久の女優道と同じく市川うらら FM さん、毎月第2第4日曜日お昼12時から放送中の北野しおりのリアルドライ、第1第3金曜日夜にネット配信番組 MeToo ショーではカタカナ佐藤美久というネットアイドルという設定でゲーム生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいており、こちらもアルカディア号のホームページのチェックお願いしておきます。それでは今回の最初のコーナーはミクの独り言。さてこのコーナーは気になるニュースやテーマを決めて自由に思ったことをお話しさせていただくコーナーです。ただしあくまでも私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回はちょっといつもと違いちょっとした豆知識をですねお伝えしようと思います。皆さん昨日は何の日だったかご存知ですか？そうです、春分の日です。春分の日です。はい、この春分の日は戦後1948年に国民の祝日に制定されました。その趣旨としては自然を称え生物を慈しむということだったそうです。言い換えると春になると桜が咲いたり蝶が飛んだり、自然のおかげで外が華やかになります。そんな自然の凄さに敬意を払って自然や生き物を大切にしましょうという日なんですね。そしてこの春分の日は昼と夜の長さが同じだと聞いたことはあるかもしれませんが、実はそれは正解ではなくほぼ正解なんです。正確にはほぼ同じだが昼の方が少し長いのだそうです。どの程度昼の方が長いのかと言いますと、わずか約14分程度だそうです。昼の方が若干長くなる原因は様々ありますが、主に春分のズレや大気による光の屈折で日の出と日の入りの時間に若干誤差が出たりするためだそうです。つまり春分と春分の日は違うんです。実は、春分というのは地球から見た太陽が春分点という場所を通る時のことを言います。これは春分だけでなく冬至や夏至、春分も秋分もそれぞれ冬至点、夏至点、秋分点という場所を太陽が通る時のことを言います。そのため春分というのは実は何日ではなく何時何分何秒で表すことができます。毎年太陽の春分点の通過時間が変わるため、祝日の春分の日も毎年微妙に違う日になるのです。そしてこの春分点に基づいた春分の日は毎年国立天文台が、その前年の2月に公表するそうです。日本では春分の日と秋分の日を中日、中に漢字で中に、日曜日の日ですね、として、前後3日間の期間合計7日間をお彼岸といってお墓参りをします。ではなぜこの日にお墓参りをするのでしょう。これは春分の日には太陽は真東から昇り真西へと、沈んでいきます。昔から仏教では真西には極楽浄土があると言われており、太陽が真西へ沈む春分の日と秋分の日は1年で最も極楽浄土に近づく日と考えられたという説があります。ですのでこの日を挟んで前後7日間にご先祖様へお参りするといった風習が生まれ、現在のお彼岸になったと言われています。皆さんご存知でしたか？ちなみにイランでは自然が生まれ変わる春分の日が新しい年の始まり、日本でいうところの、元旦だそうです。イランの人々は毎年この日を祝い、お互いを訪問し合ったり お祝いのカードを送ったりして、新年の成功と喜びを祈るそうです。
いかがでしょうか、春分の日って。実はそんな言われがあるとは、全く知りませんでした。そして春分の日と秋分の日はずっとこう昼と夜の長さが全く同じ日だと思ってましたし、祝日の理由がこう自然をね讃え生物を慈しむなんていう理由だとは思ってもいませんでした。結構よく聞く言葉ほどこう意外とね知らないことが多かったりしますよね。この季節少しずつですが確実に木々も春めいて暖かく、なってきておりますので、花粉症の方にはちょっと辛い時期ですが、皆さんもぜひ外に出ていただいて自然を慈しんでみてください。以上、ミクの独り言のコーナーでした。今月の推しメン、このコーナーは毎月私佐藤ミクがいろんなメディアでフィーチャーされた注目されている方々メンバーについて肉的に推していくというかご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回推しメンとしてお越しいただきましたのは注目の若手映画監督、土田純平さんです。土田監督どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それではですね、まず土田純平さんについて失礼しました、土田純平さんについていただいておりますプロフィールをもとに簡単にご紹介をさせていただこうと思います。はい。新潟県のご出身で2007年国際映像メディア専門学校に入学され、在学中に監督をされた作品が国内最大級の短編映画祭札幌国際短編映画祭のオフシアター部門で優秀作品として上映。卒業後ドキュメンタリー番組や報道番組の制作などに携われた後、2013年に本当にあった投稿闇映像劇場版にて劇場デビュー。その後2017年には夢の続きをもう一度ベンリアエレジーと2本の監督映画が公開。2018年にはネクストブレイク全員女性キャストが出演する映画放課後戦記がドイツハンブルク映画祭招待作品になるほど今注目の若手監督のお一人です。よろしくお願いいたします。お願いします。まずはですねちょっとお伺いしたいのはですね、映画監督になろうと思われたのはおいくつぐらいの時ですか。いくつ、監督になりたいって思ったのが、はい、18ぐらい。あ、そうなんですね。はい、専門学校に入った時ぐらいに監督に、まず人がいなかったんで、あ、なるほど、あ、監督やる人間がいなかったんで、あ、なるほど、まあ、たまたま僕が監督やることになって、はい、でそっからですね、なんか監督になりたいなってちょっと思って。あ、そうなんですね。はい、実際にこうやってみて、はい、やっていこうかなっていうふうに。そうですね、なんかそれまでって、はい、なんかエンドクレジットってあるじゃないですか映画の。 あ、はい、あそこに名前が載ればいいかなぐらいに思ってたんで、どの部署でもスタッフとしてこう名前が載るっていう。あ、そうなんですね。なんかそれが今気づいたら映画監督になってますねっていう感じで。監督、映画監督の皆さんって最後にこうお名前がバーンって出るじゃないですか。ものすごくかっこいいなっていう風に思ってまして、僕あれでもちょっと苦手で、そうなんですか。できれば、はい、できればキャストの後ぐらいに監督出てその後スタッフの方が僕はいいんですけど、はい、あ、そうなんですね。なんか最後にドンっていうの苦手だなと。そうなんですね。いや、まあ、私いつもこう映画とかこういろんな作品見る中で監督が最後バーンと一つこう出てくるっていうのがかっこいいと思いながらいつもエンドロールまでしっかり私見る人なので、はい、なのでいつもかっこいいなっていうふうに思ってます。もう一回その編集の時にやったんですけど、あ、はい、一回ドーンって出るようにやったんですけど、はい、恥ずかしてすぐやめました。そうなんですね。ちょっともうなるべくみんなと近いところにしてくれ、距離開けないでくださいって。もう一緒ぐらいにしてほしいな。ちょっと寂しいじゃないですか、ちょっと間合いちゃうと。あ、そうなんですね。ちょっと本当開けないといけないんですけどね。あ、なるほど、決まりがあるんですね。決まりがあるんですけど、あんま嫌なのでなるべく近くにしてください。なるほど、そう、みんなと一緒にいたい。ではですね、ま、テレビではなくてこうなんでこう映画だったんでしょうか。映画なんすかね、なんかでもテレビと映画の違いって何なのかなとかって思ったりするんですよ。なんだと思います、テレビ。やっぱ
時間のかけ方というか作る方法ですか。そうですね。でも今テレビ結構時間かけて作りますからね。そうですね、うん、なんか僕の中だとテレビって、はい、まあなんでテレビか映画って選んだって時に、はい、子供の頃思い出すと、はい、テレビってチャンネルつければ出るじゃないですか、はい、でも映画って、はい、お金払ってそうですね家族で遠出するんですよね、はい、でみんなで見て、はい、でその後食事して、うん、だからイベントなんですよね。あ確かに。だからなんか特別な感じがしたのかなと思いますけどね。なるほど、はい、そうなんですね。まあ、今小さい頃のお話されてたんですけれども、小さい子供の頃っていうのはどんなお子さんでしたか。どんな子なんですかねどんな子なんだろう。まあそんな活発じゃなかったです。あ、そうなんですね。アウトドアじゃなかったですけど引きこもってるわけでもなくて感じでしたね。例えばなんか好きなものとか映画見たりとかアニメ見たりとかっていうのはありました。映画もなんつうんですかね、アニメは好きでしたね。そうなんですね、はい、アニメでもなんか日本のアニメというよりは海外のアニメの方が結構よく見てて、はい、あのバックスバニーとか はい、ああいう感じのルーニートゥーンズかとかよく見てて、はい、うん、あ結構洋画というか。そうですね、日本のものというよりかはこうアメコミみたいな感じのが。まあなんかそのワーナーが作ってるようなやつとか。あはいはい、とかあとまあでも日本のアニメ見たとしてもなんかその世代の子があんま見るようなやつじゃなくて、はい、赤塚不二夫の作品とか水木しげるの作品とか、はい、ああいうのアニメ見たりとかしてて。おそ松くんになるんですかね監督。おそ松くんですね。あ、そうですね。今の、 あのリメイクしたやつじゃなくて、あ、はい、あの昔のそちらの世代になってしまうんですけどあれ面白いですね今のやつもすごい面白いです、ね、はい、あ、そうなんですね。ま、そのまあお子様の頃にやっぱ映像作品で印象に残ったっていうのはやっぱこうアニメの方が多いですかね。まあでもまんべんなくですよね。そんなにこれっていうのはないかな。あ、まあ映画も好きでしたし、はい、アニメも好きだったし、はい、っていう感じですよね。まあ、とにかく全然スポーツは興味なかった、ね、あ、そうなんですね、はい、あ、なるほど。で、まずですねこの監督という、まあ、お仕事って一番こう魅力っていうのってありますか、はい、魅力なんですかね。なんか初めてデビューした時が一番なんか楽しかったことを思い出すと、はい、なんだろうな、まあ、でもやっぱりその見てくれる人の評価を聞いた時とかやっぱ面白かったりするし。なるほど。でも全部楽しいですよ。なんかその一緒にみんなで作品作る時に、うん、なんかもう僕より倍の年の人とかとやっぱ打ち合わせとかしたりとか、はいはい、もっと僕よりも下の子とかも話したりとか、はい、まあ、いろんな人とやっぱ話して作るわけですよ。で準備の段階から撮影の時でも、はい、全部楽しいっすけどね。公開も含めて終わった後も含めて、はい、うん、もう私もですねスタッフ側に制作として携わってさせていただくことが結構あるんですけれども、はいはいはい、やっぱりこう女優以外のこのまあ作品を作っていくっていうのはやっぱすごく経験して大事なことだなってすごく思いました。あ、スタッフもやってる。あ、そうですね、うん、めちゃくちゃそのスタッフさん の、 あの大変な思いっていうのもやっぱ自分でもあの実感ができるなっていうふうに思いますね。撮影現場に行ってあこういうことを私も気をつけなきゃっていうのがやっぱりすごく勉強になります。スタッフやってて何が魅力ですか。なんだろうな、なんかでもこう一緒に作り上げてる感じというか、こう皆さんがこうスタッフとしてやってるっていう時にこう、はい、ありがとうって言われるとやっぱ嬉しいですし、なんかこうスタッフさんとして やってもすごく楽しいなっていうふうには思いました。一般の仕事とやっぱ違います。違いますね。私も一般 の、 あのお仕事がしたことがないので、違いがあんまりよく分かんないんですけども、でもやりがいはすごく感じますね、うん、一般の仕事やっぱ全然違いますよ。僕もちょっと、はいはい、一般の仕事もちょっとやりてる時もあったんですけど、はい、やっぱね全然違いますね。あ、そうなんですね。ルーティンにならないというか、はい、
なんか毎回違うから面白いよっていろんな人に言われて、はい、本当かよとか思って一般の仕事したんですけど、はい、あ、ちょっと分かる気がするなっていうのは思いますか。あ、そうですよね、うん、一個一個作品がやっぱり違ってきてますから。そうですよね、なるほど。ですね、こう逆にこう監督をやっておられて、うんうんうん、一番ちょっと辛いなっていうことってありましたか。辛いこと、はい、まあどのことやってても辛いじゃないですか仕事ってあ、まあ、そうですね仕事辛いじゃないですか。全部が楽しんでるわけではないですからね、はいはい、でもなんつうんですかね、一番精神的にきついのは、はい、作ってない時の方が一番きついんですよ。あー、こう自分何もしてない時があってですか。そうですね、企画とかあったりとか、はい、なんか作りたいって願望があっても、はい、ずっとそれが作れない状況っていうのが一番やっぱね、いや一番しんどいですよ、うん、なんかその作品作る時に寝れないとか、はい、なんか、体力的にじゃあ走ったりとかするか、うん、そういうことって大変なんですけど、はい、でもね一番辛いのがね、作れない時期がずっとあって、はい、ずっとというか、まあ、なんつうんですかね、作品をなんか動かしてる時間が何もない期間、1週間でも1日でもあると、その日はねやっぱきついですね。やっぱ不安になったりとかっていう、不安というかね、なんかね、なんかね、やりたいっていう落ち着かないんですよ早くやりたいっていう感じがそうなんですよね、作りたい願望あるのに、ね、はい、作れないっていうのがすごいきついですね。ドキマキする、そう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 、ですね、一番辛いですよ。こう休むっていうよりかは、こうお仕事していきたいっていう、そうですね、休みたい時は休みたいんですよ。でも何かそのやるものが先に控えてるというか、はい、そういう時の方がなんか安心はするというか、なんか日常の何かやってる時とかも、はい、自分の何か その取材というか糧になる感じがするんですけど、先がない状態でそれやってても、この先これ何の得意あんだろうって分かんないですから。そうですね、先の見えないっていう、この経験ってなんか先に繋がるとは思ってても、はい、なんか先の何かが見えないといいのかなって不安になったりするじゃないですか。なるほど。役者やっててもなんかそのどうですか、やってない時の方が一番辛くないですか。いや、人によって違うと思うんですよ。そうですね、なんかこう例えばレッスンとかはもちろんあるんですけれども、やっぱこう本業というかこうカメラの前に立つっていうのがちょっとやっぱ少なくなってくると、はいはい、どうしてもやっぱ不安というか、うんうんうん、私何やってんだろうってやっぱ思ってしまう時はありますね。でも確かに一番辛くないですか。辛いですね、精神的に考えると。やっぱり寝れないとかいろんなことがあったとしても、はい、やっぱりこうなんか作ってるっていう時の方が、ね、なんかやっぱ責任感とかやっぱあるじゃないですか。そう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 、わかりますよそれは、はい、うん、一番辛い、はい、作りたいしずっと出てたくないですか。わかりますそれは、はい、ありがとうございますなんかすごく共感してしまいましたではですね、そうですね、監督が今ですね、どういったこう作品を準備中でしょうか。はい、準備中はいろいろあるんですよ。いろんな企画、はい、まあ、いわゆる商業的なというか大きな規模のやつとかは、はい、まあ、ちょっとずつ動かせていければいいなと思って、はい、ちょっと今いろんな企画はあるんですけど、はい、今ギンギンにやってるのが何て言うんですかね、自主映画をちょっとやりたいなと思って。はい、自主映画始めてるんですよ。あ、そうなんですね。今年から。あ、そうなんですね。はい、ずっと、はい、なんつうんですかね、僕スタッフ僕一人で、僕がカメラを持って、はい、役者さんと会って、はい、まあドラマ、普通映画の作り方って、はい、なんつうんですかね、台本があって準備をするじゃないですか。はい、でも先に役者さんとインタビューをして、はい、その人に近い設定を作って、はい、エチュード的な感じで物語が進んでいくというか、はい、だからそれを何年も続けていきたいんですよね。あー、なるほど。10年後でやっと完成する。すごい。で欲を言えばもっと続けていきたいというか、あ、で毎年毎年何かしらのどっかで公開できればいいなと思ってて、なんかすごい壮大なところの群像劇をやりたいんですよ。お一人二人に対して、こう、そうですね、なんか一人ずつのショートドラマがあったとして、例えば何々さんは何か悩んでる、はい、何々さんは何か作ろうとするっていう A と B が
同時進行で動いていくんだけど、でもそれはドキュメンタリーみたいな形で進んでいくんですよね、うん、でもそれがいつかその交差した時になんかドラマなのかドキュメンタリーなのかこれは何なのかなっていう感じになりそうで、なんかもっと自由にやってる作品が自分でも結末が分かんない作品を作ってみたいなと思って。あ、なるほど。でもそれをずっと今撮ってます。ありがとうございます、はい、ではですね、土田監督の、まあ、今後の夢とかこう目標っていうのはありますか？もうですね、まあ、それを何でも続ける体力があるなるほどそれを続けられる体力と頑張りがずっと続くように願ってますね。わかりました。あといろんな映画とか、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではですね、今ラジオを聴きの、方の中で将来こう映画監督をね目指してらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますので、はい、まあ、そういった方々に向けてこう今一番何をしておくべきなのかっていうのをこう簡単にこうアドバイスになりましたら、ね、はい、まあ、いろんな監督が言うのはやっぱ映画見ろって言いますよね。それはつまんない映画も含めて、いい映画も好きなものだけじゃなくていろんなものを見た方がいいし、まあそれはまあみんな言うんですよ。どんな有名な監督も言うんですけど、僕の中ではそれプラスなんか何でも見た方がいいんですよ。 YouTuber の人がやってる作品も見た方がいいし、うん、であとはもう何でもいいから撮ってみるっていうのも一番だと思うんですよね。勉強するのもいいんですけど、やっぱ今手軽なんで、そうですね、役者の人が撮ってもいいと思ってるんですよ。出たい作品があるんだったら自分で撮った方がいいし、それぐらいまで自由にできるの でそれを継続するってことが重要なのかなって思ったり、僕も今頑張んないといけない時期なんで下の人になんかっていうよりは自分がそうしないといけないなとは思ってる感じですよね。なるほど、うん、ありがとうございます。私もいろんな映画とかたくさん見ていこうと思います、はい、ではですね、このあたりで、今回のゲスト映画監督の土田純平さんから告知などございましたらぜひお願いいたします。はい、まあ、その今やって記録映画ってやつなんですけど、はい、何年も続けてくって記録映画って作品にしていくんですけど、それは毎年ちょっと何かしらどっかで劇場でかけていきたいなと思ってて、はい、まあ、それとあとまあ先月ぐらいか配信がスタートした毒の花っていうタイトルのものが DMM さんとかで今配信してるんですけど、はい、まあ一話完結のサスペンスものですね、はい、でまあラジオで伝えにくいんですけど、縛りってわかります、はい、金箔紙、はい、 はい、あれの話なんですけど、でも見た目が全然違うんです。アートというか、なんかそのはじめきのこさんっていう有名な人がいるんですけど、はい、なんかね見たらびっくりしますよ。なんか毒の花で検索して、はい、あのビジュアル見たら、はい、何これっていうなんかやつなんですけど、はい、とにかくビジュアルが面白くて、 そうですね、はい、それ中心に描かれる、主人公のサスペンス物語みたいな、はい、うん、っていうのが、まあ、ちょっと言葉で伝えづらいんで、ちょっととにかく毒の花で検索してもらいたい、はい、ぜひ皆様、はい、検索してみてくださいありがとうございました。本当に短い時間でしたけれども、本当に監督ありがとうございました。今回のゲストは今注目の若手映画監督土田純平さんでした。土田監督お忙しいとこ本当にありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、なんともうエンディングのお時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。そして土田監督お忙しいところ本当にありがとうございました。辻田監督の作品に、出演させていただけるよう私も毎日、努力し続けていこうと思います。よろしくお願いします。はい、番組オープニングで申し上げました映画ドラマの、出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで、事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。